はい、どうぞ。高田彩奈です。元気の源は白米。白米俺もそう。白米大好きだから元気が一番くれます。白米と何が一番合いますか？白米と、赤味噌。赤味噌そんなとこ来るの？赤味噌の味噌汁が明太子とか来ると思ったから。赤味噌の味噌汁がもうでっグッとガッガッ超ウケる超ウケる。はい、前の人早野香織です、はい、私の元気のもとはビターチョコレートです。ビターチョコレート、お菓子ですね。はい、苦いんですよね。はい、ビターですからね。はい、あなたは不思議ですよね。あの口を閉じずに全部喋れるんですね。素晴らしい。はい、次どうぞ。はい、増山香織です。私のもとは餃子の皮です。餃子の皮。はいあれですか、あの餃子の外側だけで中はいらないですか？中いらないです。いらないの？で、自分もお母さんの手伝いして今度出会ったりするんですか？あの、こう包まないんです。包まない？あの水でくっつけて半分にするだけ。え、それを食べるので、焼くん。焼いて、ほんで何かつけるの？あの、醤油とラー油をつけます。醤油とラー油つけて食べるの？おいしい？おいしいです。今度試そうっていうか、君の前髪がすごく可愛いね。はいっていうか、電池で動いてそうなもんですよ。はい、次どうぞ。はい、奥間奈美です。私は AKB48 です。あー、元気になるの？好きなことね。あー、そうですか。すごいですね、なんかじーっと見てたらなんか吸い込まれそうな可愛らしさですね。ねー、何言ってるかわからないんでしょうね。はい、次どうぞ。はい、小畑ひーちゃんです。はいはいです。すいません、ちょっと待ってね。元気の源ですね。元気の源が何ですか？はいはい、すいません、はいはいって何ですか？白いおせんべいです。あーあー、よかった。わからんの俺だけかな思ったらメンバーもああ言ってました。そうですか。はい、はい、次。はい、小島原田です。はい、元気の源は難しい質問なんで分かりません。嘘やん。そんな普通に分かるやんか。元気の源や、要するにこれを食べたら元気になるとか、この音楽聴いたら元気になるとか。なんで分かるんですか自分で？こういう時はどうやって答えたいですか？あの、こういう人なんですよ。あのね、自分でこう、なんかもの、質問されるじゃないですか。はい、で、途中でこう考えていくうちにだんだん面倒くさくなると、思考停止する。あの、そういう機能を持ってるんですよ。サーモスタットみたいな。っていうか、絶対司会とかさせてあげますよね。ね、すごいね。もう質問しながら聞かんと次の進化しそうです。話してると途中で必ずわかりませんってなりました。あ、そうなの？はい。好きな男性のタイプは？うん、土田照之さんみたいな人。あ、ちゃんとそういうのは分かってるんですね。はい。でも、いや、これ以上突っ込んでなんでとかでいくとだんだん分かります。めんどくさなんねんね。分かりません、難しすぎてとか。ちょっと政治家タイプですね。さあ、続いてどうぞ。はい、宮沢沙耶です。はい。私の源は、メンバーとお客さんと梅干しです。梅干し、はい、梅干しにも、こう、ほら、蜂蜜につけた最近甘系のとか出てきますね。はい。酸っぱいのはどんなのがいいですか？乾いたのか。どっちも。欲張りですね。どっちも好きですか？梅がいいです。あ、梅が好きです。ほんと、はい、あのコンビニとか売ってるああいう梅お菓子、ね、あ、絶対にバッグ入ってますね、うん、絶対にやっぱバッグ入ってる。絶対入ってます。あの干し梅。はい。あ、うわ、俺絶対干し梅後でちょうだい。さっき切れたやん。はい、次どうぞ。はい、前田敦子です。はい、元気な源は、はい、最近は電話をすることです。最近は電話する？誰と？メンバーと。メンバーと電話して、はい、もう聞いて、もう今日秋元さんにいじめられてとか悩み事。まあそんな感じです。ああ、そうですか。そんな感じです。軽く認めてますけど。認めてるね。ズバリお伺いしますけど、どうですか？構想していた映像がありました、はい、スタートしました、はい、もうサードシングルです。はい、ズバリもう思ってたプロデューサーとして思ってた通りになってますか？いや、なんですか？いや、かわいい、秋ちゃんかわいい。ちょっと早いかなと思いますけどね、展開が。いや、本当はその衝撃団とかライほらロックのライブみたいなもんで、うん、もうこう繰り返し繰り返しやって徐々にこう上がっていく感じが欲しいじゃないですか。ああ、それぐらいか。だけどちょっと早いですよね。それぐらいじっくり考えてはったんですか。うん、だってあれ衝撃団とかすごい時間かかるじゃないですか。そりゃそうですよね。でもすごいですね、劇場の雰囲気は。ものすごい声上がるね、みんなね。僕はあのお客さんみたいですね、もっとね。
ものすごい声かけるとこも合うてるし。